分でございます。こんにちは、文でございます。今ここはですね、香川県丸亀市の国道11号線と旧国道11号線、現在の県道33号線がぶつかる場所に来ています。この旧国道33号線なんですけどね、丸亀からね、宇多津町、坂出市を通って、昔の国分町を通って高松市のね、中央通りまでつながってるんですよ。今日はね、この県道33号線、旧国道11号線をですね、高松の方に向かって、カメラの充電が切れるまで走ってみたいと思います。どこに持つか分からないんですけどね、とりあえず行ってみようと思います。この動画は新しい文ちゃんのバイクチャンネル専用の動画になっています。文ちゃんのメインチャンネルでは公開しませんので、バイクの走行専用の動画ということで撮影したいと思います。それではエンジン始動、では出発します。この先には何があるんでしょう。丸亀駅と丸亀城、丸亀港がありますね。ボックハウスもあります。西村醤油、西村醤油はもう香川県の、香川県では有名ですね。昔からあるね、ホームセンターです。はい、40キロで走ってます。40キロで走ってますよ。追い抜いたら追犯だよ。はい、青聞こえましたか。エンジン始動する音が聞こえましたよ。アイドリングストップ、アイドリングストップのエンジンは大きいですよ。気になってしまった。40キロで走りましょう。40キロで走ってます。40キロで走ってますよ。追い抜くなよ。はい、現在40キロで走行中です。丸亀、危ないな、これな、直して、危ないな、危ない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 、車ってさ、バイク見てない、バイクは存在してないもんで、丸亀市には花丸とはあるんですよね。右に行くと丸亀城があります。もうちょうどよかったよ。見えるかな。見えない ね。丸亀城の映像は前回の走行中で撮影しております。こちらをご覧ください。これが丸亀郵便局、高松までたどり着けるかな。このバッテリー持つかね。でもね、このカメラ29分しか撮れないんでね、連続ね。途中で一旦電源落としていた、カメラ止めてからもう一回撮影するって思いますけどね、現在1時35分だから1時40分ぐらいになったら一旦カメラ止めます。県道33号線は右ですね。赤いデルタ方面、吉塚仏壇店では
なんたらかんたらっていうね、セスナックで宣伝してるんですよ、昔から。トラから、ね、音が聞こえるんですよね。お姉さん聞こえます。気絶しました。境で8キロ、深く4キロ。境ではね、持つと思うんだけどね。山本さんできるかな。ほら、まだアイドリングストップの音しとけよ。あ、〇〇とか丸亀まで進出してきやがったな。〇〇ほど倒すね、ごめんなさいね。僕は〇〇ほど嫌いなんですよ。陳列が嫌いなんですよ。昔ね、府中のね、1号店本店なのかな、あの辺に住んでた時にね、全国チェーン店になってない頃に行ってたんですよね。あの陳列が嫌いでね、もう買い物したことね、多分それ。お、丸亀城が見えますよ。ベルターで火事が起こったらね、お客さんが怪我するからね、お客さんが逃げ遅れるから、ああいう陳列は大嫌いでございます。やめてください。もうすぐ、一級河川のドキドキ滝川が見えてきます。一級河川のドキドキ滝川です。もうなんか昔ながらのいいね。サビがなんかもう味があっていいね。あ、骨付き鳥のお店があるね、あっちね。マルガムシはね、骨付き鳥ので有名なんですよ。そのフィルドじゃなくてね。あれちょっとギアが入らなかった。丸亀の滝川でございます。向こうは見えません。はい、あれがあの讃岐国飯の山でございます。現在1時39分一旦カメラ止めて、もう一度録画のボタンを押します。エンジンしろ。はい、まっすぐ行くと境に向かう。左が浜海流、右が半山ですね。昔半山町だったんですよね。今は丸亀市半山町になっています。あの小泉さんの平成の大合併でね。丸亀市が大きくなりました。ロードバイクはね、こういう足がぴったり伸びてればいいんですよ。倒れそうになっても、ね、足が使ってね、支えられるからね、安全なんですよ。あのアメリカンとかね、低いバイクは倒れそうになると、ね、足があのくの字に曲がったままですからね、足で支えられなくなって、ピュンと曲がって足こけしてしまうんです。足こけしやすい。まあ、好き人それぞれなんですけどね、まあ、そういう理由で文さんはオフロードバイクに乗っています。とにかく安全なんですよ。取り回しもしやすいし、軽いしね、百数キロしかないし、ジャンプもできるしね。オフロードバイク大好き。昔はオンロードも乗ってませんけどね、もう
他のバイクに襲われます。まあ人それぞれですけどね、あるんですけど、これはね、三田津町のあれだ、町役場。絶対看板で損してる。いつの間にやら宇多津町に入ってますね。ここは宇多津町です。県道33号線走ってますよ。あれ前ここ遊園地があったのなくなってるな。遊園地なくなったのなんかアパートになってる。ここまで走ってるからね、普通にどこから抜いて、どこから抜いていたりしますからね。お、宇多津町狭い、長い弟子に入りました。万の市ですね、宇多津と万の市。万の巣はね、瀬戸橋にあるところですよ。前に立てしました。間違いない。本当は突っ込んでもよかったんだけどね、撮影してるから念のため止まってみました。お尻流しても止まってみました。ここ危ないよね、スピード違反できたら、あの酒激安のお店に車が激突するんじゃないの。だからあそこなんかポールが立ってるの、鉄が突っ込まれてもおかしくない。まっすぐ突っ込んだら、ほんガードして、鉄のボールだってガードしてます。ほら、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 抜けてくる。ほら、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 抜けてくる。ほら、ほら、ほら、ほら。工事やってる。工事してね、水のコトンク工事やってるかな。よし、お尻で、はい、高い弟子にやってまいりました。早いな、これではもう高松もあっという間に行きそうやね。こっからが長いんだけどね。ガソリンは大丈夫か。ガソリン44キロ走ってるから、まああとは70、80キロぐらい走るとなるでしょう。飛行機雲だ。ほら、前から後ろからアイドルにストップの音が見てな。バイクのエンジン音とか見たいなね。あれあれれれれあれ、なんか風景、昔ここ通った時から風景変わったな。あれ、ここなんか、まあいいや、ユニオンなんかなかった気がするけどね。まあいいか。
で、ここ右に行くと栄えていく、左が栄えてくる。さんが映ってるよ。ムーンさんが映ってるよ。まあ、右と境で市役所があって、左が境で市立体育館。ちょうどボロ。ほら、また、あれでインパクトしやがってな。インパクトやがってな。見てな。はい、今日はこの辺にしておきます。次回の走行中第20回はこの続き、このまま高松に向かって走行します。カメラのバッテリーは持つのでしょうか。それでは次の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録お願いします。ほなさいなら。